会計検査院実地検査とは、会計検査院の職員である調査官が現場に赴いて事実と計算書、証拠書類を称号する検査である。調査官は行政機関や公共工事などの事業の現場に出張して、計算書、証拠書類が正確か確認を行う。毎年の決算検査報告に記載される指摘事項の多くが現場の調査官が突き止めた不正である。 実地検査による年間の出張は80日以上である。公共事業の工事現場である山中や海岸など危険な場所でも実地検査は行われており、調査官の死亡事故も過去に起きている。実地検査の実態について、ある調査官の証言を紹介する。私たちは4、5人で1つのチームを作り、1週間の日程で都道府県に出張します。現地では午前中に、 書類、午後には現場を検査するケースが多く、実際に書類を見ることができるのは約半日です。1日あたり、せいぜい10件程度しか見られませんから、逆算すると1件あたり30分くらいですね。ですから出張する1ヶ月ほど前に、主な工事の設計書や図面、写真を都道府県などから提出していただいて、事前に書面検査を実施しています。一方、 実地検査の間に観光旅行が行われた。1991年6月、宇宙開発事業団沖縄追跡完成所の実地検査にて、5日の日程で実質の実地検査は9時間ほどで、それ以外の時間は沖縄観光に費やされた。1995年9月、調査官2人に、口頭での厳重注意、調査官補に注意処分が課せられた。また、 1978年、秋田県の実地調査にて調査官たちが温泉宿を利用していた。2002年度、実地検査の実地率は8から9%にとどまった。本省、本庁、本社などに限れば44.2%である。2年に1度、実地検査が行われたことになる。2002年における、実地検査の対象となる組織と、実地率は以下の通りである。 実地検査を行う箇所の選定について会計検査院は以下のように述べている。実地検査を行う箇所は検査計画で決められた重点項目や勢力配分、書面検査の結果、またこれまでの検査頻度、実績、国会の審議、マスコミや一般の人からの情報などを考慮して選定されます。この選定の過程は部外費とされる。 選定の情報源として、財務省主計局、理財局との連絡会、総務省行政評価局との連絡会が指摘されている。ありがとうございます。